今回はですね、まずいつ頃どこで撮りました？7月に沖縄まで行って撮りました。沖縄すっごく暑くて、私普段でも汗っかきで、一人だけ電車の中で汗かいてるタイプなんですけど、もう汗が出すぎて常にメイクさんとかスタイリストさんにこうやってさきちゃん汗すごいねってやられてあと汗がすごすぎて撮影を何回か中断しました。全体的な仕上がりはですね、表紙がちょっとセクシーめなんですけども、中身はもうちょっと可愛らしいのが多いですね。どっちかっていうとこの浴衣のシーンがすごい私は好きなんですけど、首が長くて肩がなで肩で胸がない私は浴衣がすごく似合うので、皆さん浴衣を見てください。これですね、これなんですけど、普通おっぱいが大きい子がこういうの着て横乳が見えるのがセクシーみたいな糸の衣装だと思うんですが、私は皆さん知っての通り A カップなのでちょっと寂しい感じになりました。今日の水着はですね、胸がないので胸以外で色気を出そうと頑張ってネットで探してちょっと可愛いのを買いました。という感じで先ほどからですね、10回ぐらい胸がないのが出てきますけど、はい、コンプレックスですか？もう完全にコンプレックスで、でも撮影中に監督がお尻はすごいいいよって言ってくださったんで、皆さんお尻を見てください。ちょっと大丈夫かな？大丈夫ですか？じゃあ2012年どうしましょう？2012年はもうちょっとテレビもやらせていただいたりとか、グラビアももうちょっと10代負けずに頑張っていきたいなって思ってるので、皆さんぜひ事務所の方にさきちゃんを使ってくれっていう手紙を送ってください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、鈴木咲です。私の3枚目の DVD さきっちょよろしくお願いします。胸がない分お尻が魅力的なので、皆さんぜひお尻を見てください。よろしくお願いします。